皆さんこんにちは、合格サプリ TV MC のヤブです。今回は合格サプリ TV 初の外ロケをやっていきたいと思います。実際に大学生にね、あの勉強法など聞いていきたいんですけど、今回は直前期の NG の勉強法について、皆さんにお届けしたいと思います。受験生ね、直前期で勉強法迷ってると思うんですが、実際受かったね大学生の話を聞いて直前期有益に過ごせるように、最後まで動画見てください。それでは聞いていきましょう。はい、というわけでじゃあそこでね、ちょっとお兄さんを、見つけてきました。はい、お兄さん大学生。大学生。あ、そうですね。今通って大学部教えてもらってもいいですか。いいです。若手 TV のフリーヤマさんですよね。じゃあ、いやいやいや、まあ、全然僕はあのヤマピです。はい、あ、今日ヤマさん設定のヤマピ。はいはい。そうだ。じゃあお兄さん、大学学部教えてください。大学部はですね、東京大学の文学部ということで。おお。あ、東大なんですね。はい、お、すごい。今回ですね、ちょっと受験生に向けてちょっと質問していきたいんですけども、直前期にこれはやっちゃいけない勉強法っていうのをちょっとお兄さんからお伺いしてもいいですか。いろんな参考書を手をつけて終わらせない、はい、なんで良くないかっていうと、はい、直前期にやった内容ってあんまり意味ないんで、だったら後腐れないぐらいちゃんとやり込んだっていう事実を作ってやった方が、はい、もういいですよ。メンタル管理が主になってくるっていうところですね。なるほど、はい、これ結構受験生直前期不安になってしまって、多分新しい参考書とかこっちの方がいいんじゃないかみたいな目移りしちゃいがちですよね結構。はい、それはもう絶対やってはいけないな。やってはいけないですね。なるほど、はい、いやこれ結構受験生やりがちなんで注意ですね。他にはありますか。今までの模試一喜一憂をしない、はい、直前期はもうマインドの勝負になってくるんで、はい、今まで取った模試の判定とかも見返しながらもくよくよした方がいいですもん。なるほど。で、例えばじゃあこの夏模試いい判だったけど今 B 判だなとか、うんうん、もうそういう感情のところで勝負した方がもう本当の直前期はいいですね。それでもう感傷に浸った方がいいと思います。あ、その方がなんか当日受かっても落ちてもいいなっていう感じになって、はい、はいはいはい、で本番バチバチ戦えると思います。ああ、でもね、じゃあ逆にちょっと自分に期待しすぎないのも、まあ、緊張しなくていいですか ね、 そうですね。結構もうその、まあ、学力はもう決まってるんで、はい、もう動画学校が落ちる人は落ちるし受かる人は受かるんですよ。であった場合落ちないような施策を取るのが一番筋が良くて、はい、受かる状態だった人が落ちたら悲劇じゃないですか、はいはい、だから受かる状態だった人が落ちないようにいい感じにメンタルを調整することで、自分が受かる状態にある人か落ちる状態にある人かって自分では分からないので、はい、だったら落ちる状態にあるかもしれない人順当に受かるようなマインドを作っていくっていうのが多分大事になってくると思うんですよね、はい、なので巷で言われているように、はい、もし利益一憂しないみたいなことに流されて、もしよ関係なく違反だったかもしれないけど逆転合格するわとかじゃなくて、はいはい、まあ、順当に受かるように生きるってことですね。なるほどですね、はい、結構そこでちょっと励ましがちな多分人が多いと思うんですけど、いい悪い判定が出た時、はいはい、そうじゃなくても結構それを受け入れてしっかり受かる人のやることべきことをやっていけっていうことですね。そうですね、もう一点思い出した、はい、おー、全然どうぞ、はい、NG の勉強法は自分の点数を知らない、はい、自分の成績を把握してない会長とかね、はいはいはい、受験生アスリートなので、はい、アスリートって自分のこと全部理解してるじゃないですか、うんうんうん、それできないで、はい、結構いるんですよね。僕塾講師とかしてて、はいはいはい、何月の模試偏差値いくつだったの、うん、すいません。おお、そういう風に自分の成績に責任持てない状態だとまあ受からないですよね、はい、なるほどね、はい、はい、受験生はね、アスリートで、ね、自分の体調管理、まあ、しっかり成績はしっかり管理しろよと、はい、いうことなんですね。そういうことですね、はい、やっぱ東大生から聞くとね、このなんか眼蓄があるインタビューでした。今回は以上です。はい、頑張ってください受験生の人たちは。はい、というわけで、じゃあまたお二人ですね、お兄さん見つけました。お兄さん、じゃあまず大学学部聞いてもいいですか。今東京大学の理科一類1年生です。おー、リーチ1年生、はい、おー、でお兄さんは慶応大学文学部2年生です。慶応の2年生ですね、はい。じゃ東大と慶応の方に聞いていきたいんですけど、直前期にやってはいけない NG な勉強法っていうのをちょっと皆さん聞いてるんですけど、はい、何かありますか。直前にその新しいことをやるっていうのは一番良くないと思ってます。おー、直前に新しいことをやる。今まで培ってきたその模試とかの量をやる方が効率がいいはずなのに、新しいやつをやって結局それ効率悪い勉強法だと僕は思っていて。なるほど。結局その復習する方が着実に取れる点数は上がっていくと思っています。あ、なるほどですね。やっぱ直前期やっぱ受験生不安になっちゃうんで新しい手つけがちですよね。そうですよね、はい。まあ、でもそこはしっかりグッとこらえて、まあ、今までやった問題集とか模試とかですかね、はい、復習とかしてたんですかね。僕は特に模試の復習よくしました。東大模試って結構複合的な力問われてると思うんで、うんうんうん、一問復習するだけで結構、はい、深い知識も得られるし恩恵も多いと思うんで、はい、復習しました、うんうん、新しいことやらず、まあ、模試とか今までやったことを復習をしろということですね。いや、すごい有益です。じゃあお兄さんどうですか。僕ちょっと違って基礎知識ばっかり復習しちゃってて、ほうほうほう、練習直前に、はい、例えば速読英単語とかやってたんですけど入試の2月初めくらいから、うんうん、もうなんかシスタに移っちゃってなんか難しい参考書とかをやって自分の分かんない知識があるとちょっと怖くなってしまうと思って、はいはいはい、シスタとか無難な参考書に手を出してしまったんですけど、もう入試になってから、はい、これ
速読に載せたなとか、これ難しい参考書載せたなっていうのが結構出てきて、単語ぐらいだったら貪欲に新しい知識も獲得すべきだったなと思ってます。おお、なるほど。じゃあさっきはね、あの東大生のお兄さんとは逆かなと思いつつ、まあ、ちょっとあの ずれているんですけど、なんかどこまでこの新しい知識ってあのその直前期に学んでいったらいいかっていうのはいかがですか？読解とかだと難しすぎると 逆に自信をなくしてしまうと思うので、うん、英単語とか世界史の用語とか、はい、簡単に取り入れられるものを積極的にやっていけばいいと思います。なるほど。じゃあ結構そう単純暗記で、まあ、知識を増やしていくこと自体は、まあ、あの新しいことやっても OK だよっていうことですね。はい、はい、ただそのなんか新しい読解の問題集とか、はい、難しい問題集とかはどうですか、始めない方がいい？そうですね、過去問とかもあんまり触れると自信なくしちゃったりするのが怖いので、はい、メンタルが弱い人は入れた方がいいかなと。うんうんうん、なるほどですね、わかりました。これね、皆さん入社の直前期、これから、ぜひ参考にしてみてください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。大学学部教えてください。はい、東京大学の文化2類2年生です。はいですね、あのいつもありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます。はい、今回なんですけど、直前期にやってはいけない勉強法っていうのを聞いてまして、何かありますか？一番良くないなと思うのは、はい、全てを完璧にしようとすることが良くないなと思っていて、やっぱり直前期になるとやっぱり、はい、あれもできてないこれもできてないっていうのが気になって、うんうん、はい、どれもやらなきゃって思っちゃうと思うんですけど、はい、多分もうそれ全てを完璧にすることってもう絶対不可能なんで、うん、やっぱり優先順位をつけて、はい、本当に自分が苦手なとこ、うんうん、これが出たらもう合否に関わるだろうみたいなとことか、うんうんうん、出る頻度が高いからやっておこうみたいな感じで、うん、優先順位をつけてやるのが大事かなと思います。なるほどですね。やっぱこの直前期ってこの焦ってしまって何やったらいいか分からない、もうこれできてないからこれやろうって結構この新しく手つけちゃったりとか、やっぱり間違った勉強してしまう人多いと思うんですけど、そこはしっかり今のおっしゃっていただいたその優先順位をつけてやっていけばいいってことですよね。はい、なるほどですね、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、今回の女性の方お二人、インタビュー出てもらいます。じゃあ大学学部教えてください。早稲田大学の人間科学部の1年生です。早稲田の人間科学部の1年生、はい、お茶の水女子大学の理学部の2年です。お茶女の理学部、はい、はい、お二人ね、今回あの直前期に NG の勉強法、これはやっちゃいけないっていうのをちょっと聞いていきたいんですけども、はい、何かありますか？私は直前期に共通テストの勉強と二次試験の勉強両方やるってなった時に、はい、共通テストの方がやっぱり内容は簡単なわけじゃないですか、うんうん、そっちばっかりやりたくなっちゃって、はい、でもやっぱり振り返ると二次試験の勉強はちゃんとやるべきだったなって思います。あー、なるほどね。ちょっとまあ簡単な勉強法にいっちゃったんですけど、まあ、しっかりその難しい問題をまあ解いていく必要はある、はいはいはい、これ確かに受験生ちょっとやりがちですよね。あと得意な科目やっちゃったりとかも多分ありますよね。はい、そうなんです、はい、なるほどですね。じゃあ、お茶場のお姉さんいかがですか？はい、私が失敗したのは第二志望の早稲田の過去問を解いてたんですけど、英語ばっかなんか解いちゃって、でなんか英語難しいんですけど、一回できたらなんかちょっとできるかもみたいな感じで結構年数やってしまって、理科とかあんまりやらなくって、でなんか当日あれ理科あんまりやってなくないって思って、配分とかもあどうしようかなみたいな感じでちょっと不安になったので、ちょっとバランスよく勉強すればよかったなって思ってます。あ、なるほど。じゃあ結構自分がその、まあ、できたあの英語を、まあ、たくさんやっちゃって他の科目に手が回ってなかったと。はい、はい、そうですね。なるほど。それちょっと本番気づいたらかなりもうドキドキです。そうですね、当日のなんかシミュレーションみたいなちゃんとできた方がいいなみたいな、うんうん、パニックにならないように、はい、とは思ってます。なるほどです。結構この苦手科目だったりとか、ちょっと他のメイン科目じゃないところって意外に手届かない時あると思うんですけど、第二志望とか特にですね、はいはい、そういうところもしっかり目を向けてやってほしいということですよね。はい、わかりました。じゃあありがとうございます。はい、というわけで今回外ロケやってまいりました。直前期をね、 NG な勉強を聞いてきたので、ぜひね、あの受験生は参考にして同じことしないようにしてください。こんな勉強ちょっとやっちゃってたよっていうね、コメント欄もぜひ書いてくださいね。で皆さん、チャンネル登録と高評価もぜひしてください。僕ら励みになります。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。